はい。では今日は、もやもや探検を実践するスクールに参加されているゆめさんにお話を聞きます。よろしくお願いします。お願いします。はい。まず、ゆめさんが、もやもや探検コーチングを受けようって思った理由、どういうもやもやがあったのかをぜひシェアお願いします。はい。えっと、 今まで、こう、漠然とした生きづらさがあって、うんうん、で、なんかこう、中学校、高校の時からも、なんかこう、人と違う、なんか浮いてるとか、輪に入れないとかいう悩みがずっとあって、いろんな本とか読んでたんですけど、うんうん、なかなかそれが、わからなくって、やっぱり、 こう自分が結婚して出産してからもう子供に対するイライラが抑えられなくなってしまって、うん、でいろんな心理学の講座とかも、まあ、今も受けてるんですけどでそんな時にこう何ですかねルーンさんフェイスブックにルーンさんが飛んでるとこが <laughs> 出てきてでそこになんかこう 心理学を学ばなくてもみたいなのが書いてあって私にとったらもう目がうろこになってうん,うん,うんちょっとお話聞いてみたいなっていうところから始まりましたなるほど、うん、そっか、うん、じゃあそれで、まあ、初めはもやもや探検対応性スクールに参加してくれたわけですけどじゃあそっか心理学とかも学んでるけどなんかこういまいち抜け出せないなっていう感じだったんですか今まではあっ そうですね。なんか、すごい心理学も私にとってはすごくこう気づきとかもいっぱいあって、うん、それもなんか必要やなーって思うんですけど、なんかこう、もやもや探検は、すごくこう、シンプル。うんうんうん、うん、うん。他の心理学と違ってシンプルで、で、あとなんかこう、子供でもできるっていう。うん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 。なんかそこに惹かれました。 なるほど。ありがとうございます。うん、じゃあ実際、まあ私のもやもや探検コーチングとか、まあ認定コーチのもやもや探検コーチングを受けてどうでしたかあそうですね。最初はすごい、なんか本当はどうしたいっていう自分の心の声を聞くのがむちゃくちゃ難しくて。ああ、難しく感じてたんだ。はい。うん、で、どうしても、 まあ、旦那さんとか子供とか、うん、やっぱりその周りの人のあの人がこうやろうからこうしようっていう風に今まで来たから自分がどう思ってるかっていうのが本当に分からなくてうん、うん、でいつもあの個別コーチングとかでも「あ主語が優になってますよ」って言って。 もう無意識にそうなってて。<ー>うん。なんからそれ主語を愛にするのは本当にちょっと難しかったんですけど、うん<ー>。でも今はできるようになってきて、<ー>うん。もうやっぱり自分がそのどうしたいっていうところをもう常にもう頭に入れて、うんうんうん。やっぱり優、うんうん、になりかけた時も、あっ、 また言うになってるっていうのを自分で気づけるようになってうんそうですだからもう洗い物したくない時はしないしうんうんうん洗濯も今山ほど溜まってるんですけどまだ干してないしみたいな心の声が聞けるようになってきましたああ<ー>、うん、ありがとうございますそっかじゃあ今ね見てくれてる人はじゃ どうやって洗濯物とか全然心の声聞いてやらへんかったらどんどん溜まっていく,いく一方ちゃうんって思う人もいると思うんやけどその辺はどういう感じで心の声を聞いていく、うん、ってるんですかあそうですねなんか前まではやっぱりこうしなければならないで動いてたんでうん、うん、すごいしんどくって、うん、でも今はやりたいことをして うん、やりたくないことはしないって決めてるから、うん、不思議とストレスがあんまりかん感じないというかたまってる洗濯物を見てもうん、うん、ただたまってる洗濯物があるだけみたいなそのあとに前までは「やからあとから大変やから今しなあかんのに」とかいう。ううううんうんうん、うん なんかそれが不思議となくなって、うんうん。何でしょう、すごく気が楽になって、こう肩こりも本当マましになってきて。ええー、体もすごい。うん、そうやってやってたら、なんか突然、うん、あ、やっぱ今やりたいなっていうときが来ますあ、来ます。はい。そうそうう やっぱりなんか自分自身、こう、私、前まではこれが短所で直さなあかんと思ってたところがあって。うん、うん。なんですかね。私、こう、一つのとこにとどまれなかったり。ああ、一緒や、私と。あ、そうなんですか、ね <laughs> ううううう。だから旅してるけど。あ、一緒。そう、とか、あとは、何ですかね。うんと、落ち着きがなかったり。うん。 洗濯も干してる途中に棚の片付けがしたくなったりとか。そう,でそうめっちゃそれがあってそれを直さなあかんってずっと思ってたんです。うううんうんうん、うん、でもそれも心の声やなって思って、うん、洗濯物干してる途中に気になった棚とかにも棚を片付けに行ったりの後ゴミ捨てに行こうと思ったら。 あちょっとほこりたまってるのが気になったりって気になるとこがちょい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 ってこうあるんですね。結局洗濯物置いたままなんですけど、うん、自分がやりたいことできてるから、うん、もうそれも短所じゃなくても逆に長所にもなるのかなとか思ったり一気にいろいろできるっていう。やっぱり考え方が変わりましたね。 ああ、よかった。うん、じゃあもう洗濯物とか、うん、もうそういうのも苦にはならなくなったってことですかあ、そうですね。で、あとはなんかこう、うこれもなんか心の声を聞いてるからなのか、うん、洗い物がめっちゃ嫌になる時があって、うううんうん、うんほんまに嫌で、うん、ほんまに。でもまあ、ちょっとやらない。ある程度やらんと、 溜まってくるじゃないですか。やっぱり。うん。だからまあ、なんだろう。こう自分を気分よく洗い物ができる方法を考えるようになったりとか。うん、いいですね。うん。なんか私はエグザイルの高宏さん好きなんですけど。うんなんかエグザイルの曲かけてやってみたりとか。うん。なんかそんな風にやっぱりこう楽しみながらできるように。 うんうん。はい。なりましたね。ああ、すごいよかったです。ありがとうございます。そっか。うん、じゃあ、うんと、まあ、もやもや探検をやって、うん、ゆめさんが一番嬉しかったことは何ですかああ、やっぱり、なんか人生をワクワクできるようになったこと。うん、うん。やっぱり今までこう、不安、もう先が不安すぎて、うん。 楽しみとかなんかせっかくの楽しい時間やのに不安ばっかりあってもうなんかその楽しい時間さえも楽しめてなかったんですけど、うんうん、もう今はやっぱりその時間は楽しむ時間って決めて、うん、集中できるようになったのでやっぱりすごいい楽しし時間が増えましたうんよかったです。 ありがとうございます。えっ、ー、と、うん、ゆめさんは、まあ、あ初め、もやもや探検対養成スクールに参加されて、で、まあ、途中からビジネススクールの、まあ、もやもや探検のワークブックの実践サポーターになるコースを今受けてくれてる最中なんですけど、まあ、そのコースをなんで受け、受けようって思ったのか、おシェアをお願いできますか、うん、はい。なんか自分の中で、今、専業主婦なんですけど、 ビジネスって縁がないと思ってたんですけど、うん、なんかルーさん見てて、ビジネスって楽しそうって思えて、で、ちょっと興味あるなぁと思って、めっちゃ迷ったんですけど、うん、うん、受け、受けちゃえと思って、何ですかね、なんかでも、 うんうん、行きたくなったんですね。うん。そっか。で何ですかほんあすみません。本当は、もうちょっとこう、あの、ルーンさんとお話ができるタイプのを選びたかったんですけど、うんうん、ちょっとお金があれやったんで、ワークブックに選ばせてもらったんですけど、どうでした実際ワークブックやってみて。 ああ、でもこ、ここで良かったなって思いました、ワークブック。うんうんうん。どういうところが良かったですかはい。なんかあのー、私、文字にするのがすっごい苦手なんですね。うん、うん。で、最初全然やってなくて、うんうん、あのー、ルーサリに <laughs> どうしよう。書いたけど、文字にできひん、どうしようって思ってて、うんうん。で、その時に、 ルンさんのコーチングがあって、ああで、とりあえず頭の中を、何<あ>ですかね、神に書き写すっていう方法を教えてもらったんですね。ああああで、その時に、同じ日に、もう一個の心理学でも、その、何て言うんですかね、私、頭が和やくちゃになるから、いつも。うん、で、それで、何<あ>んて言うんですかね。 も文字を可視化するっていうんですかうん、うん、自分で書いて見るっていうのがなんか同じ日に同じことを学んだんですけど。うん、あそうなんだ。ええ。で、それでもやっぱり私に絶対これ必要やなと思ってやってみたら、うんうん、頭がすごいすっきりして。ええ、そうなんや。うん、であのー この間のお金のもやもやのインタビューされてた方と同じなんですけど、oh, oh, oh. 私もその自分の書いた文字をめっちゃ見るんです。G。Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> そう、そしたらな、なんて言うんですかね。自分の問題はこれなんかっていうのが目で見てわかるから、oh, oh. すごいこう、 すっんあこれはでも私ワークブック入ってへんかったらここに気づけてへんかったなと思って、えー。そうなんやすごい。だ、うん、からよかったなって思います。うん、えー、よかった。<laughs> そっか。じゃあ,あ、うんうん、もしゆめさんが、まあ、もやもや探検コーチング自体に出会ってなかったら今頃どんな。 現状が想像できますかあそうですねもうやっぱり不安だらけの人生でうん、うん、そうですね何事も難しく考えて悩んで悩むことが趣味なんかなって思うぐらい悩んでこうズドンって落ちてうん、うん、ってなってたと思うので。うんうん あ、なんかやっぱり家族の関係も良くなかったやろうなって思います。うん,う,んうん、あありがとうございます。うん、そっか。じゃあ今は家族との関係だいぶ変わりましたあ、そうですね。なんかうん？ なんか前まで無理に仲良くしないとって思ってたんですけど、うん、なんかこう、それぞれがやりたいことやってるみたいな感じで、うん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 。なんか今は楽になりました、すごく。いいですね。うん。あとなんかその、まあ私だけなんかみんなと違うみたいなもやもやが前はあったって言ってくれてましたけど、今はどういうふうに感じてますかあ、もうなんかそのもやもやは、なんか、 全然問題じゃなかったというか、うん、その私はダメって思ってたんですけどやっぱりみんなと仲良くしないとあかんしみんなとこう協調性とか、うんうん、なんかそういうのを大事にしないとあかんって考えてましたけどいやいやもう一匹狼でいいやんみたいななんかその自分も認められたし。 もう自分を変えなくていいんやなって、うん、そのままを受け入れれるようになったら、ほうんな、うん、ら、なんか相手のそのままも受け入れるようになって、やっぱりここはまた大きいところやなって思います。うん、うんうん、それは楽ですよね、それがね、できるようになると、本当にね。うん あ,ありがとうございます。じゃあ最後にですね、うん、これを見てくれてる方に、うん、ゆめさんから自由にメッセージをお願いします。はいあと。そうですね、やっぱりこう、人生って、うん。長いようで、やっぱり短いんかなと思うし、やっぱりその人生をどう過ごしたいか、うんうんうん。 って考えたときに、やっぱり私は楽しく過ごしたいっていうのが出てきたので、やっぱりその道、こう、楽しい人生か悩む人生かって選んだときに、うん、うん。で、楽しい人生を選びたいってなったら、そうなるためにはどうしたらいいかうんうんうん、うん、うん。とかいうふうに考えられるようになって、 で、そういう人生歩みたいと思ったら、こういうふうにもやもや探検のルンさんに出会えたりとか。うんうん。すごいこう、不思議なミラクルがいっぱいあって。いや、フェイスブックもそれまでルンさん全く出てこなかったんですよ。うん,うんうん。突然飛んでるルンさん出てきて。<laughs> <laughs> <laughs> そうなんや。そう。そう。なんかあ、やっぱり、なんかこう、しっかり自分の人生選ぶ。 自分がどうしたいかっていうのをしっかりと持っていくのは大事なのかなって私は感じましたああすごい <laughs> ありがとうございますじゃあ今日はゆめさんにインタビューをしましたありがとうございましたありがとうございます